ってきた、やってきた、週長ウィーやってきた。1週間から2週間まるまる心霊スポットに行った動画だけが上がります。はい、はい、なんか今女の声じゃなかったよ。え、嘘、あーもう早っ、開幕初っ端も初っ端じゃないか、なんかうーみたいな言ってなかった。マジ全然、第3弾の2カ所目、はい、個人的に一番行きたかったところですね。学集落、学集落、あーやばいじゃん、集落。ホラーゲーム、はい、サイレンって呼ばれます、ね、うん、わかるわかる。サイレンの羽生田村っていう村がゲームのエリアなんですけど、はいはいはい、この羽生田村のモデルとなったハイソンでございます。うわー、はい、やべえです、ちゃんとやべえです、ガチなやつ、ガチなやつ。もちのロンでエレーと SSS 来た、モルプル S 出た。いや、ここ行きたいって何事なの。行きたかったんだ。もう逆にね、サイレン俺結構好きだから、クソ怖いだろ。いや怖いよ、映画見たけど。この前のトリクビ峠、あそこより多分3倍は怖いと思います。マジで、マジで、やばいもん。じゃあなんか今まで行ってきたところって、着くまではまあ普通じゃん。で、着いてからもまあ、行ってから怖いみたいになるじゃん。うん、俺今もう、今すでに緊張してる。何かしら感じ取ってね。何かしらなんか俺もう怖いのが。てか、隣に湖あるっていうのも怖いよね。じゃあもう湖やばいって。この村なんですけど、火事かなんかで人が一気に亡くなったみたいな。一気に、うわ、火事かってよくないんだよね。で、謎に湯気が出たみたいな、うん、誰もいない村から湯気が出たっていう心霊体験がめっちゃ発生してる場所で、何よりもやばいのが、お地蔵さんが行方不明になり山火事が発生しましたみたいなことが書かれてある札があるらしい、途中で。割れてそう、それ意味わかんない、わかんない、意味わかんない。村全体がもう超異常な雰囲気で、うん、もうヤバさが醸し出されてるらしい。うわ、ということでレート SSS 行きましょう。行くのか、やっぱり行くんだ。いやいや、行くの、ここまで行って帰るはないでしょ。急じゃない、角度がやばい。またハイキング、これ。わあ、しんどいしんどい、もう。SSS あるあるなんだけど、山道やめてくんねって。本当に歩くのきつい。シンプルにもうあの日、次の日もう動けなかった。確かに。すでになんか、しんどいもう思い出されるはずのあの飛び峠が。あれ、もう家あるよ。家あるよ、家。あ、家はない。プレハブみたいな。もうだ。うわ。え、マジ？もう。早すぎ。え、早い、早い、早い。待って、今日めっちゃ怖い、マジで。え、もう来てる、ボロボロじゃん、マジで、マジで。え、ついて早々じゃん、早すぎ。え、だってもう開始30秒だよ、このマジで。あー、やばいやばい。ほら、ほら、ボロボロ、うわ、サイレンやん、もう。だってこれ見て、え、このもう来てるよ。え、だってこれさ、この米やるやつでしょ、これ。うん、めっちゃ古いね、これ。そんな古いの？精米するやつだ、この機械。機械とも言わない、これも。でかいやつ好きね、これ、上とか見る。上やばいと思う。結構でかいね。天井抜けてるけど。うわー。うわ、やば、これ。超荒れてるじゃん。もう出てくる。え、待って待って待って、あっちの奥なんだっけ。やばい、待って、入り口、入り口来た、入り口来ちゃった、入り口。なんか、ここ、これね。やばいやばいやばい。うわ、やばそう。いや、これまずくね。え、待って待って、これまずまずい。いや、入れそうだよね。待って、もうサイレンやん。てかもうやばっ、サイレンやん、マジ。え、待って、こんな序盤にあるもんだ。え、まんま、まんまサイレン。え、やばくない、これ大丈夫か、お、マジやばくない。うわ、ジャンマケ行く、ジャンマケ行きますか、また。うわ、マジ、これマジでやばくない。てか当時のもう全部残ってるじゃん。残ってるね、住んでる感じが。うわ、なんかちょっと超わかりやすい。俺も聞こえた、聞こえた、お前も。うなり声、うーって、こっち。そうだよね。え、するのよ、なんか。もうするのよね、なんか。え、こっちか、こっちか、こっちか、こっち、こっち、俺、こっちだな、こっちだな。えー、で、それ道あんのよ、それ。こっちね。でも、崖になってるよ。え、いや、もう、本当に負けたくない。最初はグー、じゃんけん、チョキ。全員とかある、全員とかある、はい、こうでか、あ、お、でっか、うぅぅ、いやいやぁ、笑ったりしようと思う、笑わない、いや、ちょっと、もうそろそろ笑えない。下駄とか転がってるよ、だからそこの下覗くのが超怖いな。ここに下駄があるよ。うわぁ、こ、まあでもちょっと、ここ穴開いてるんですよ、この穴だけ。なんだこんなの。
これやったのは穴なの。めっちゃ怖くない？あそこさ、線してあるんだよ、あの金庫。この人何たの？2。開けてみて。うん、そんなに深くないと。ね、ここでしょ？うん。そうでした、開けてみてよ。うわ。なんかもう、前回さ、風呂にいたからさ、霊が。うん。怖いんだよね。まあ、ここは大丈夫ですね。大丈夫。まあ、でも。めっちゃ怖いのは、うん、こっち、ここ、こっちね、そう、ここね、キッチンです。キッチンです、キッチンね、めちゃめちゃ古い、超埃かかってる。やばくない？うん、うわ、めっちゃ錆びてんじゃん。価値やばいね、ここもほら、コンロでしょ。ここはまあ、でもいろいろある、割り箸とか結構あるね。裏口行きましょうか。行きましょう。私たちは超怖くね。やばいね、ここ行きましょう。君先に行きましょう。あ、めっちゃ沈んだのか。俺行ったらやばいっしょ。大輝やばそうなんです。ここで大輝多分落ちるね。そう、こっちの裏口がちょっと気になってて、俺はそこは、まあ、え、待って待って待って、んお前、あっち見てた、誰か。あっち、あっち、違う、どの辺よ。ちょっと待って待って待って、そっち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 、了解。回った方がいいんじゃない、回った方がいいんじゃない、なんかさ、ブレーキ渡れる。あ、大丈夫、落ちる決定的な瞬間とか収めたくないか。あっちの部屋どこどこどこ。確かにあっちの部屋やばい気がする。部屋があんの、やばい気がする。あっちの部屋行ってみましょう。行こう。そこ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 、うわ、ほんとだ。何かもう絶対ここだけ雰囲気が違う。どんな人がいたの？え、そこの、あのさ、ガラスなんじゃ、そこのガラス、ここのこのガラスのこのドア、はいはいはい、そこの、ここから、ここのさ、細い道あるじゃん、うん、ここから、こうやってフッて、わかる？フッて覗いてきた。ガチ、俺見た。マジでフッて、多分男の人。じゃあ、ちょっとせっかくだから行ってみましょうか。フッ、てか、この、俺もなんかこの部屋からヤバい気がする、向こう側は。全然雰囲気が違うのよ、ほんとに。サイレン感あるっしょ。めちゃめちゃある、サイレン感。いや、うって言った、やばい。お前も聞こえたの？聞こえた、今聞こえたよね。俺も聞こえた、それ。ううって。俺、あっち奥からでしょ、うん、あっちのね、そう、こっちの、こっちの奥から、うって、俺も大輝も聞こえた。聞こえたよね。うん、聞こえた。え、ちょっと、行ってみましょうか。で、待って。階段があるんだよ。あ、2階あるの。あ、2階あるね、あそこ。まあ、一旦じゃあちょっと。階段あるんだよ。あ、2階あるの。あ、2階あるね、あそこ。まあ、一旦じゃあ、いや、違う、俺なんか勝ちで、あっちやばかったな。ほらほら、見てよ。え、嘘でしょ。何あれ、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 何、あそこ、そこ、あ、白いさ、まだあんじゃん、うん、横のやつ。ちょい、出てない顔。ちょっとごめん、俺は分かんないけど、ちょっと待って、ちょっと、アップする、行くよ。うん、うん、全然見えない。え、ここにいたの。そう、ここにいる、ここいるの今。ほらほら、見てよ。え、嘘でしょ。何出るか、大輝が危ない気がする。大輝がマジでやばそう。今家出たじゃん。こっちの方がやばい。え、なんで？こっち何がやばい？家よりこっちの方が俺息苦しい。
え、今ここにいる場所は、うん、マジ。いや違う違う、絶対違う。さ、家にいる時俺めっちゃ全然上だったもん。そんなことじゃない、お前なんか見えてたよ。え、そう、え、こっち、見え、逆に見えない。いや、俺らも見えない。一緒に連れてきたんじゃないの。何しドアのとこになんかちょろっとこう顔だけこうやっていねえよ。いたって。男女男男なんだ。いやでも外からは2人は女の子の声がしたって2人。うん、タオたちは女の子とか、なんか高い子供みたいな。あ、普通みたいな。うん、うん、お、それじゃなかったな。と同じタイミングで普通に物はどこしたし、キッチンの方から。ガサッガサッみたいな、みたいなやつだよね。ああ、そう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 。現象いくつ起きたの、ここだけで。本当にそれ。いや、ほんとマジ入り口だからね。入り口で、あの、全ての新スポの恐怖を凌駕したから、うん、確かに。まあこれまだ多分10分の1に過ぎません、皆さん。ちょっと待ってくれ。まだまだ羽生田村のモデルとなった学習楽のね、恐怖続いていきます。ガチやばいぞ、ほんとに心しかった。ほんとに行きましょう。うわー、みなましゅう、もうこちら2個目です。早っ。え、早っ。え、しかもなんか奥田みたい。やばいやばい、マジやばいやばい。え、え、なんだあれ、なんだあれ。縄、縄ってか、うん、なんか縄がさ、締め縄じゃねえけど。え、なんかもう左になんかない。それやん、左建物だよ。え、怪しすぎだろ。やばいですよ、それじゃん。うん、もうもう、え、これのやばい。しかも横になんかある、やばい、うん、横にやべえな。ちょ、ここマジやばい。またこれ、墓地みたいなのある。どんな見た、うわ、もうどんな町なの。寒気止まらない、もうどんな村。入り口にこんなんあるんだ。あるか。でも忍者っていっぱい普段書いてあるね。これやばくない。え、だから有名どこがめちゃめちゃここでなんかやったんですよ、この神社。有名な神社ばっかじゃん、うん、なんか集まったってこと。備えてる。そうそうそう、うん、力で備えてる。そんだけやばいんですよ、多分。うわー、ちょっとやばい、これやばない。墓だらけですよ、すごい。あー、ほらもうあるもんね、墓が。あー、傾斜がな。空気がね、結構不気味なんです。わかる。うん、うん、そう、この細い木の感じな。うわ、本当だ。なんだなんだなんだ。なにこれ。めちゃくちゃ多い。めっちゃ多いね。ね、道はこんな感じや。こんな感じの道が。ね、道はこんな感じや。こんな感じの道が。結構でかいね。綺麗に残ってるね。でかくね。住んでみる。大きいな、あの家。ちょっと光が届かんな、さすがに。もう恐怖でしかないね。ピントが合わない。ピントが合わない。ああ。おーおーおー、めっちゃ声するやん。嘘。うん。どこら辺？え？あっち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 。何の？声なんかする？うん、しゃしゃしゃ、女性の声で。ハウみたいな。え？ハウみたいな。絶対動物だな。人間の女性の声。ちょっと恭平と大輝がやっぱ家に入ったからか知んないけど、すげえ敏感というか。いや、マジこれ落ちたら死ぬ。本当だ。死ぬわ。待って待って。えぐ割と死ぬ。えぐシャレになんないやつじゃん。シャレになんない。そう、本当に気をつけ。え、聞こえた。え、何が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 マジ何が。あ、また高い声で聞こえた。え、何の。またさっきのリボンのさっき聞いたやつ。どういう声。なんかふんみたいな子供っぽいやつ。こっち。それかもしんない。俺でもお前それも多分さっきの俺言ったやつ、ハブってやつ。山がないね、俺だ。まだ、うん、まだたどり着いてないんだよ。ねえ、言っとくけど、ほんとみんなが想像してる100倍やばいところだね。あー、なんか看板っぽいの見えてきたぞ。もしかして、お、あ、その左にもなんかある。これだ、合ってる合ってる。これこの方面に、うん、口笛吹いたらなんか口笛。電柱倒れてる、電柱倒れてる。待って待って待って、やべえ爆弾になってる。え、なんでなんで、どうやったらこれ。うわ、火事の跡がもうあるもん。よく見たら火事の跡がある。うわ、鳥肌止まんね。うわ、鳥肌やべえ。